ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコと南キラとサッチーこと音のサチとナナちゃんこと山本ナナミの3人がお送りしています。せーの、始まるばーい。始まりました、ミルクセーキ大作戦。なんと本日東京遠征のホテルの部屋からお送りしております。楽しかったけど疲れたね。疲れた、もう12時過ぎだよ。もう何時間起きてるんだ。そうだ、集合がね、一番早い人が3時半だっけ。うん、3時半ね、もうびっくりだよ。だからね、寝てなかったりするしね。うん、はい、でございますわ。というわけでこれをお聞きの皆さん、ぜひぜひささぜひ皆さんからのリクエスト、メッセージなどのいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス0957-277-0840-277-0840、メールアドレス nihin@771fm.co.jp、 nihin@771fm.co.jp、 FM サハヤのホームページ、アプリからも受け付けておりますので送ってね。待ってます。それではここで聞いてください、ミルクセーキで以上で。なんかマリオカート始まるみたいな音やった。第1週目だけ、わー、はい、テーマトークのコーナーです。いえ。いえ、まあ今月のテーマは、なんか今日すごいいろんなことが起きたじゃないですか。だから楽しかったから、もう今日の話しちゃおうよっていうことで。いいよ。今日が11月3日木曜祝日で。東京遠征初日。初日で2つイベントがあったんですね。バップルクセーキの日。バップルクセーキの日。もう楽しかったじゃんね。バップルさんの紹介はまだそうだから、私は福岡で出会ってるから結構長崎の人とかはまだ知らない人が多いよね、うん、全国の人はもちろんだけど、バップルさんとの出会いはバップルさんの紹介、
ワクルさんは東京でアイドルされてる方でして、うん、福岡でね、福岡遠征公演で初めてお会いしたんだよね、うん、その時がもう運命的な出会い。そう、もうキラとサチが最初に2人でステージ見て、うん、うわー、2人してもう刺さったよね。そう、さ、ぶち刺さりして、ぶち刺さりした。あ、やばい。なんかもう普段私アイドルさんのライブ見るときさ、うん、こう見せてもらうときなんか結構湧くのよ。なんかギャーギャーはいせんけど、こうワイワイしたい、しながら見たいはけど、なんかできんかったもん、は、見入っちゃってさ。わかるわかる。ぐらい、ね。二人で見に行っててさ、それで曲聴いてて、ね、なんかめっちゃすごいなと思って、その後に見てて私も見に行ったね。なんか、そうだね、すごいよね。なんかさ、みんなでぶち刺さりして。他のアイドルと違う煽りっていうかさ、煽ったらさ、なんかさ、聞かせることが盛り上がり。そう、うん。音、歌がすごい、歌が皆さん本当にうまいんですよ。うん、それぞれ違う。そう、違う声だよね。うんうん、めっちゃ上手くて、で、表現力がすごいのと、曲そもそもも、すごい良い曲で、歌詞とかも刺さって。音楽のさ、途中のさ、音がいいよね。わかる。ポワッみたいな。音を弾く音みたいな。そう、もう全部、なんか口ポカーンって、あの、あぜんみたいな感じで、見とれてたよね。でも、さ、そんな人だったのにさ、優しいじゃない、めちゃめちゃ。どんな、そのさ、オタップルっていう、あの、バッグルさんのファンの方たちが来てくれてて、その人たちも賑わってくれたよね、めちゃめちゃね。すごい、なんか、それとシェイキーも相まって、結構一体感が生まれたよね、あの日ね。なんか楽しかったもん、全体的に。で、あれよね、最初、で、キラは卒業が決まってるから、もう会えないよね、って泣いてたら、はい、再来週会いますって、そこで発表されて。主催っていうね、二つ合同のね、そう、なかったっけ。すごい嬉しかった。ね、嬉しかったよね。で、今日もさ、1個目のイベントもバップルさん行ってたじゃんか。うん、だからもうずっとバップルさん尽くし、うん、金魚の糞してた。そうそう、ひっつき虫してた。うん、マジででも、楽しかったんだよ、今日。うん、なんか、バップルさんと一緒にライブしてるとさ、疲れないんですよ。ね、そうだね、なんか、そうだね。パワーをもらえる。そう、そうなのよ。そう。え、なんかさ、普通さ、今日のスケジュール発表しようか。うん。だから、朝の3時半に集合して、うん、そっからずっと車なり飛行機なり乗りっぱなして、うんうんうん、で、昼前とかに東京着いて。うん、ぶち込みね、全部ぶち込みね。うん、空港も電車も全部、勝ち込み込み込み。はい、どういう意味それ。混んでるってこと。ああ。でもめっちゃ混んでて、うん、で、大荷物で、うん、ホテル的にずっと立って歩いて、うん、で、下北沢。そう、で、ライブをして、うん、で、いっぱい歩いて、移動して、うん、で、だって意味わかんないからね、今日。3回ライブやってんだけど、3回しとかじゃなくて、なんか、何一つのイベントで、前と後で2回ライブしてんのよ。そう、1部と2部じゃないの。そう、物販もないの、間に。そうでもちょっとごめんね、話ずれるけどさ、だったじゃあ、うん、2回目のライブだった、うん、あの一部制のライブなんだけど、ミルクセキとバップルだけ2回目なんだね、うんうん、おじさん。でもさ、君ら律儀にさ2回ともさ自己紹介とかしてるけどめっちゃ面白くて、うん、確かにしちゃったよね。しちゃうよね。あるじゃないもんだって、すごいやっぱ。しかもちゃんときっちりやってたからすごい面白かったわ、うん、県外前でも言って、ね、いや言いながら絶対言うんでいいよなと思いながら言いよったけど、でもまあ耳に焼き付いたんじゃないみんな。でもさ、おたちゃんもみんなちゃんと聞いてくれてたのすごい面白い。どうぞ。そう、やけんね、そんな感じだったとね、うん、全然今だって12時過ぎに撮ってんだよ、うん、さっきホテル着いて、うん、で朝からずっとな、そう、うん、なのになんかこの幸福感というか、そう、打ち溢れとるよね、うん、なんか幸せ、ね、なんかもう帰るよね、明日の朝で帰るぐらいの気持ちよね、うん、体は疲れてるし、寝ろって言われたら寝れるんやけど、うんうんうん、なんか別に元気みたいな、うん、なんかさ、今日さ1日最初のライブも、うん、あの下北も次のバップルミルクセーキの共催のやつも、うん、演者さんもみんなすごい良かった。そう、本当に皆さんすごい楽しい。なんかすごくこう曲調みんなバラバラになったりとかする、うん、パフォーマンスもバラバラやったりするんやけど、うん、なんかこうとなんていうの、本当にとってもいい、うん、なんていうんだろう、こう出て良かったなと思うぐらい。うんうんうん、だった。本当に良かった。だから素敵なとこには素敵な人たちが集まるんだよ。ね、集まるんだよね。その演者でも、うん、ファンでもファンの人でもね、やっぱ素敵な人とこには素敵なとこが集まる人が、今キラはすごくなんて言うんだろう、このしみじみした顔で今やっています
泣いたからね。ね、遊ばせてくれ。今結構しみじみ今さ。何もにあっぱれなんだ。ねえ。今いいところやったよ。なんでタキラがいい感じで喋ってんのにさ、谷間に葉っぱ入れんの。おかしいんじゃないのあんたたち。いやいや、私悪くないよ。あんた悪いよ、谷間ひけらかしてんの。でもさ、バブルちゃんさ、最後にさ、うん、あのステージの最後にさ、うん、なんかさ、うん、話、いろいろなんか MC してさ、うんうん、そう、その直前に、うん、つぶっぴーさんが、うん、トコトコトコってすぐ監督に来て、うんうん、今からかすみがキロちゃんのために歌うそうです、急遽って言うよ。急遽だったんだ。そう、だってもうセトリはあそこで終わって、終わり終わってたもん。そうだから音源バッて出してやってて、うん、で、だから私さ、キラはまだそれ知らないし、うん、お客さんもみんなまだ知らない状態で、うん、私一人でそこから号泣が始まって、うん、でキラを呼びに行きみたいな、うん、そう、かすみちゃんがキラのためだけに歌ってくれたんだよね、うんうん、でもめっちゃ嬉しい。しかもなんか歌詞とかもこう聴きながら、初めて聴いた曲だったけど、そのね、聴きながら、うん、なんかこう、うわーって思って、なんかもう、旅立ち、そうそうみたいな。なんか背中を押すみたいな。うん、いやもう。なんかまたね、みたいな感じで。全部、なんかでもそこまで考えてくれたっていうこと嬉しいし、まずそれを、なんかかすみちゃんがそれ提案してくれて、うんうん、で、考えてくれて提案してくれて、うんっていうのも、まずそれが一番こう嬉しくて、うん、で、次それを、だってさ、そんなしたいです、しますって言ってさ、できないじゃん、普通、うん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 。でもそれをこう許してくれた周りの環境というか、うん、で、ファンの人もさ、ああみたいなことなく、うん、なんでこいつにみたいなことなく、こう受け入れてくれたあの空間。うんうん、なんか全てがもうこんな、器じゃない私はこれを報いを受けてダメだと思ってでもなんか涙サプライズねえ、ね、やめて曲のタイトルつくらなんかもう一瞬キラちゃんのキラちゃんが私に憑依したんよ。キラちゃんが私に憑依したんね、隣で見よって。でも私が泣くのは一番意味が分からない、ね、だからね、泣いてるよね。でも、一番泣いて、なんで泣いてんのっていう時間を私に使わせるのは絶対ダメやと思うのに。無理くり引っ越えて、うん、もうなんか最後の曲の時にさ、キラコ何泣いてんのみたいな。そう。さ、優しいママみたいな。そうね、なんかね、なんか聖母さんみたいな。だってさ、こんなにだって出会って2週間だよ。2週間ね。で、ここまでされていいものかと。ね、めちゃめちゃ嬉しくて、だからもうそれが、うん、そのもう全てにおいて、その、この、あの空間というか環境、ひっくるめて、うん、なんかすごい素敵な、もう私もだから、人生史上ですね、ここ別ミルクセーキをこう卒業決まってますけど、うん、した後も絶対これと思い出す出会いだなって、ね、思うし、なんかすごい、うん、いいグループさんと出会えたよね。出会えた、本当に。本当に幸せ。でも今日来てたさ、まあいろんなグループのオタクちゃんたちもさ、うん、みんなさ、誰がライブしてても本当に楽しそう。うん、すごい。なんか後ろに行ったりとかしてる、ね。そう、うん。なんかその、譲り合い、そう、出入りが全くないし、うん、ちゃんと後ろでも、まあ一応さ、メインのさ、見たい、グループがあるじゃない、うん、そこはだってもう前で見てる人がどうぞって譲って、あえてできてる感じ。後ろもめっちゃ置いてくれてる。そう、後ろでめっちゃ置いてくれてるんだよね。後ろね、すごいダンサブルだ。ダンサブルだ。いや、私、後ろで見てんじゃん。うん、大体。だ後ろの人たちって大体、最初はちょっと車に構えてるから、ね。うん。ちょっと顎上げ気味に見てるみたいな。うん、あ、俺の推しと違うから、ね。そうそうそう。でも、たまにそういう人たちが、例えば、イジアゼからのジャスツとかに、うん、みたいな感じだったりとか、で、ちょっとこう聞いてくれたりとかはあるわけよ。うん、でも、例えば急に出島でパンパパンとか絶対しないし、うんうんうん、まあちょっと前のめりにはなってくるけど、うん、とかはあるんだけど、だからそう思ってたわけ、うん、で後ろにわーって下がってきたから、うん、ああと思って見てたら、うん、めちゃくちゃ踊りだすよ、ね、振り込みがすごいよね、待て待て待てと思ってやってる側の気分がいい、うんね、本当に見ててなんか本当にこっちが元気もらっちゃうぐらいの勢いで幸せそうにしてくれるから、すごいやりがいも感じるし、ありがとうっていう気持ちすごいある。そして変わらずね、うちのシェイキーちゃんたちはみんなどの演者さんでもとっても楽しそうだよね。かわいいね。なんかもういいよね、なんかさ、その物販とかにもさ、顔出したりとかしたりしててさ、なんか、そのバチバチするわけでもなくさ、なんか平和な感じ、お互いいいところを、
好き好きっていいですね。なんかこう褒め合って称え合ってみたいな。うそうそう、めっちゃいいと思う。大好きだな、みんな。いや、本当にいい、楽しい一日を過ごさせていただいた。そう、なんかさ、まあ、正直さ、いろんなイベントがあるじゃん。うん。で、特に東京とかさ、来てるとさ、とか、東京、大阪とか行くとさ、うん、絶対知らないアイドルさんとかの中でポンって入ってとか、もちろん大きいステージもあれば、ちっちゃいステージもあれば、いろんなステージがあるけどさ、なんか、これだけ、なんだろう、充実感みたいな、多幸感みたいなさ、うんうん、なんか、お客さんも、メンバーも、他の演者さんもみたいなのってなかなかないよね。うん、ちょっとね、一人泣いてるんですけど。もしもし。あーって言って。聞こえたか今。思い出しがね、うん。もうだって今日のさっきやけん。そう、本当これが1週間後とかでもそうか、うん、なるわ。もう何時間なるわって。そう、数時間前の出来事だからね。そうで、なんかその後さ、今日さ、ホテルまでタクシーで帰ってきたじゃん。それでさ、私とキラーが一緒にタクシーで2人で語ってたのね、うん、どれだけ今日が素晴らしかったかっていう話を。いや、本当にでもいい出会いで本当に楽しかった、うん、なかなかないの。なんか最初に例えばうちらがチェリップとかとドーンって仲良くなった感じとかともまた違う。それもすごい大事な出会いだったし、うん、だからそれぞれ違うんだけど、でもすごく大事な、なんかこう存在だなって、もう離れててもって思えるのってすごい嬉しいよね。なんか いくつかあるじゃん、そういうグループって全国にさ、うんうんうん、背の下とかもそうだし、ね、いっぱい喋れたしね、今日時間結構あったからさ、あの会場で、めっちゃいっぱいあのトークとかがあったじゃんね、うちは。そうです、なんかなぜかトークして、あの、お見合いをするっていう。そう、感じでトークもあったし、そういう打ち合わせとかしたりとかさ、ずっと一緒にいる空間、うん、私たちだけの空間がすごい多かったじゃんね、うん、よかったな、普通に仲良くなれたし、うん、今度一緒にオタ活しようって言ったそう、オタク話もできてね、なんかこんなことってあるんやなって思ったね。なんか私本当にアイドルなって初めてかもしれん。なんかそのなんかそのめっちゃズバッと好きみたいな、なんか顔が好きとか可愛いから写真撮ってくださいとか、うん、歌が好きとかはあるけど、なんか全体的に好きってなって、その思いをすぐ伝えられた、うん、この感覚、今まで思ってても言えなくてもじもじして、なんか、まあ、その次の機会の時に一個一緒に話しかけに行こうねみたいな、そういうの感覚はあったけど、うん、こんなになんか思いを、なんか言わなきゃって思ったよね。そう、思った今言わなきゃって思ったし、うん、言っても嫌がらない相手だっていうのが、雰囲気で分かったから言えたっていうのがあるし、すごいアットホームな雰囲気だよね、うん、あの福岡のブールーの時からさ、うん、だからね、なんかもうすごい、ああこんなことってあるんだなみたいな楽しいな。私はずっとバップルちゃんとやりたくて思ってて、うん、でそれをそれこそ楽と、あの福岡のイベンターさんね、プレスライブとかのね、仲良しのイベンターさんなんだけど、楽ととかとも話してて、で楽とからバップル来るんすよ、席、うん、行くっしょみたいな、いつみたいな、開けとく開けとくみたいなのがあって、うん、で実現してるから、うん、いや本当に嬉しかったし、なんか思ってた通りだったっていうのもあるし、うんうんうん、なんか生で見るまで分かんないとかあるじゃん、うん、だから人柄もあるし、ね、うん、人柄めっちゃいいの、うん、それぞれ、うん、裏も優しいし、ね、裏も表も優しいよね、うん、横も縦も優しいよ多分、うん、全部が優しいんだよな、なんかもう本当になんかいい塊だよね。個人的に話してもさ、そうなの、めっちゃ話を聞いてくれて、そうそう、なんかただ単のえっていう、うん、よそよそしい感覚でもなく、うん、まあ、ビジネス仲良しじゃない、そうビジネス仲良しでもなく、何なんだろうねこの感覚。でも急にさこんな褒め始めたらさ、なんかさ、なんか仲良くなったらさ、みんななんかなんでみたいな思う人も多分いっぱいいるけど、本当にそうなんだよって伝えたい。なんかでも本当に今日一日はなんかすごく電撃的な日だったね、電撃すぎた思うし、なんかいろいろ楽しかったな今
なんかさ、おたちゃんたちの雰囲気とか、うん、雰囲気っていうか、ん今日の感じ、うん、とかも全部含めてすごくない、うん、なんか。そう。本当にすごかった。なんか楽しくない時なかった。うん、なんか全部、もちろんライブもけど、なんか久しぶりの遠征でさ、うん、わちゃわちゃしてる時も、なんか普通にずっと楽しかった気がする。うん、飛行機もうるさかったしね。最初の子。やったな。うん、そう、なんか、キラちゃんのハムスターポコポコしてた。あの、ガストも楽しかったし。ガストおもろかったね。そう、あの、うちの池っていう新しいスタッフさんいるんですけど。がついてきてくれて。池をもうバカスカいじって。うんうんガストに限った話じゃないの。今日1日かけてバカスカいじって。池さんのことをいじり倒して、その反応も面白いしね。なんかで、池ちゃんって呼んでてさ、昨日敬語で喋ってたのにさ、もう池って呼んで、髪の毛やもん、ほぼ。なんか、池ってキラが呼んだら、はいって言ったら、同じ波で、で、池って言ったら、はいって。僕なんかタメ口で、本当に。池、池おもろいって。みんな可愛がってやって。うん、可愛がってあげてください。めっちゃ真面目くんです。うん、今頃お酒飲んでるんでしょう。池、池可愛かったね、静香さん。静香さん、静香さん、お酒飲んでいいですか当たり前やさ、なんか、おつまみ買って朝ごはん忘れちゃった。それでね、意見おもろい。そう。でも、あの、なんかよくわかんないけどさ、こう、別にいいんだけどさ、うん、普通さ、お酒自分で買うんで、あの、ご飯をみんなね、うん、コンビニでも好きにみんな入れるんですよ。うん、明日の朝ご飯の分まで入れな、みたいなね。で、池ちゃんも入れていいんだよって私が言ってた、池ちゃん入れてたんだけど、で、言ったじゃん。静香さんすみません、お酒自分で買うんで買っていいですか、うん、ああ、自分で買うなら好きなもの買いなよって言って笑ってたじゃん。でもさ、もう超つまみみたいなのは普通にカゴに入ってた。おもろい。入れてたんだ。別にいいんだよ。いいんだけど、なんか面白くない？おもろい、面白い。おもろいな。これ本当に池さんが私たちにデザート買う日が近い。うん、ダメだよ。池さんはね、冗談が通じないんですよ。そう、通じないから。だから多分、このチャンネルのバッグ買ってた。そうじゃん、うん、なんか そうだね、そのプリン買ってとか、うん、なんかこう多分だから静香がいないとこで「えいけちゃんこれ買ってください」って言ったらマジ買ってくれるぐらいの、うん、あでも買わせるつもりなくて言って「うん、でもえ待って待ってカバンカバンカバン」みたいな「冗談冗談冗談」っていうね「え本当ですか買いますよ」みたいな感じだもんね、そうね勉強していかないといけないよねメンバーとの距離感もねそうあとはサチとキラの扱いそうそう斜めは割とねなんかあ、割と中は後ろで笑ってるそれを見て、ね、でもたまに苦笑いけどさすがに、なんか私の小ボケにどう対処するかとキラちゃんの何なんかのボケにどう対処するかっていうのは結構ね、うんうん、キラ池をいじめすぎとだってさ、うん、どのボケにもきっとついてくる、うん、そう何がボケた時やばいやんどうしようって。なんて言ったんだっけ。ななみさん。なんて言ったんだっけ。今日私がなんかボケたらさ、面白いと思いますみたいな言ったんだっけ。なんだっけ。いいと思いますみたいな。あ、そうそう。なんかそんな感じで言われて、いけちゃん、それは違います。何でも褒めりゃいいってもんじゃないんじゃない。そうそう。それはスルーでいいんです。いい。本人が言うけど。だってみんな仕方してんのに、池だけ。あ、いいと思いますよ。自分もいいと思います。なんかいいと思いますっていうね。なんかさ、それの方が虚しくなるけんやめてほしい。かわいそう、池、公開ダメだし、それ夜。池、ごめんね。うん、今池多分ビール飲んで、カ、ね、ーって寝てる。池。いけいけいけちゃんさてそろそろ時間となりましたメッセージ連れ持ってるんで気軽にどんどん送ってください待ってま す。それではここで1曲聴いてもらいましょう魅力続きでデジマラプソディダメよダメなのできないわ渡れないのよデジマの星は私とあなたの間には見えない広い海があるだってあなたは笑ってさ
それではサッチーの告知のコーナーです。明日5日土曜日はイエイ東京渋谷のタワーレコード地下にカットアップスタジオにてアイドル36部、アイドル36部10th anniversary 10時間スペシャルに、そして翌日6日日曜日は福岡に帰りまして、ベイサイドホールナナミル全国ツアーすすめの夏の道 in 福岡とアイドル観測所ライブ博多の陣に出演させていただきます。はいはいはい、明日はね36部陣ですよね。ねえ、あのミルク製品の新メン永遠の新メンバーに会いに行こうね。はい、初めて会う生に、ね、ね、そう、キラも初めてなんだよ ね。新衣装持ってきた？ん？新衣装、あ、色、何色？カラー決めてもらおう。うん。あ、そうや、カラー今度送るんで、それさ、カラー決めたら本当にそのカラーあるわけじゃん。次のメンバー、はい、仮に入ってくるメンバー超可愛い。本当さ、ミニマキさんもいる。なんか、じゃあその色作ろうよ。なんか今ない色で作ったり、金と銀とか。君らはさ、うん、ミニマキさんが何者か知ってた？明日会うんだよ。ね。タワレコの社長さんだ、ね、すごいよね。本当の社長さんだから、ね、すごいよね。ドキドキする。なんかライブとかじゃないけん変な緊張感。ナンバさんもすごい人なんで、いっぱいごまするうね。ね、そうね、スリスリします。あの、スリスリします。どうしよう。で、6日は福岡ですからね。そうですね、頑張っちゃうよ。そうですよ、帰ってきて、うん、盛りだくさん、わっしょい。そう、2つもありますからね。夜ナナミルだって、はい、ナナミがナナミル。おもんな。失礼します。あー、もうこんな時間。今週のムーステーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただきますように。それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキ。決めるのに。ちょっと待って、ちょっと待って。